積極財政が向かう先はどこなんですかってことなんですよ。積極財政言うて、これ資本家側にさらに金出すことになるじゃないかっていう話ですね。人々の側には向かわないっていう積極財政も実際にありますから、だからおそらく竹中さんとかそういう人たちは積極財政もうちょっとやった方がいいんじゃないかみたいな声を上げてきたわけですね、ちょっと前まで。だからそれをしっかりと見極める必要があると。で、自民党がどうのこうのっていう話がありましたけど、高市さん反旗翻すのかなと思ったら翻さなかったね。それが全てなんですよ。何かさ、今自分のポジションなんですよ。で、政権倒れるんじゃないかみたいな風を見ながら、だったら突っ込む可能性はあるけど、一番は自分の身かわいさ。だから自民党がやっている積極財政が必要だっつってるのはちょっと儀式だと思った方がいいですね。本当にその気があるんだったら全員で抜けてこいよって話なんですよ。一番話が早いわって、自民党割ってこいよって話なんですよ。で、それ以外の積極財政派と一緒になりゃいいんですよ。そこまでの本気度があるかっつったらないんですよ。次の自分の選挙を考えたら政権与党だったり野党第一党で居座った方が勝ちだと思ってるから。